にいたらストレスたまるんですよ。もう上と下の行き来だけなんで、練習だけじゃないですか。もう自分はそれに捧げてるんで、自分はここで大丈夫だからっていうんで、まあ、ご飯は大体もうブラジリアン料理ほぼ毎日です。昼飯行った時にテイクアウトも買っといて、で夜食べる。これぐらいしか来ないですよ。だから結構そのインスタとかでもメッセージとか来るんですけど、遊びませんかみたいな。女性なんですけど、まあでもそういうところには行かないんで、疲れちゃってて、もうそれどころじゃないです。もう人生今んとこ格闘技しかないですからね、自分の人生を。